古くから日本経済を牽引してきた製造業。そこには長年培われてきた技術はもちろん、職人たちのこだわりや工夫、アイデアなど、ものづくりの根幹となる魅力が詰め込まれています。そんな魅力を多くの人に伝えようと集結した6人の調査員。日頃からウェブやデジタルコンテンツなど、令和ならではの視点で業界を盛り上げてきたノウハウを生かし、製造業に隠された数々の魅力をぐぐっと掘り下げます。司令本部があるのは埼玉県某所にある株式会社デジタルベリーの一角。デジタルベリーといえば、製造業 .com を運営し、ホームページやデジタルカタログなど、これまで2000社近くの企業にサービスを提供してきた、まさに製造業 PR のエキスパート集団です。はい、お待たせしました。今回も調査をお願いします。今回はこの企業になります。稲町にある昭和技研工業さんという会社さんです。ロータリージョイントという製品を主力に製造している金属加工の会社さんです。なるほど、難しそうだけど魅力がわんさか詰まってそうですね。そうですね。ということで魅力の調査よろしくお願いします。今回はレッドに担当してもらいます。レッド、いいですね。 OK です。ググッと調査してきます。ググッとレッドが訪ねたのは、稲町にある株式会社昭和技研工業。設立は昭和41年、100人以上の従業員を抱え、年商は23億。固定された配管と回転する機械などを接続するロータリージョイントで、国内トップクラスのシェアを誇るメーカーです。ロータリージョイントとスーベルジョイントというのはどういった部品なんでしょうか？はい、ロータリージョイントとは、例えばですけど回転体があって、それを回転するときにジョイントがないとホースごと一緒に回ってしまいます。はい、ロータリージョイントというのはボディが固定で、シャフトが回転する内部はメカニカルシールの構造になっておりますので、はい、シャフトが回転することで回転体の動きに合わせることができて、ホースはそのまま固定することができるという商品です。はい、どういったところに使われるものなんですか？はい、ロータリージョイントでよく使われているのは、フィルムを成形するときに使用されています。はいはい、フィルムを一定の厚みで、製造するときに、ロールとロールを挟み込んでフィルムを伸ばしていくんですけれども、はい、そのときにロールが回っていて、うん、そのところで、シャフトが回ってロータリージョイントの役割として果たして、ロールを温める、冷ますというところで使っていただいております。はいはい、スイベルジョイントは、はい、スイベルジョイントは固定された配管を、はい、360度方向に向きを変えたいときに使用する、屈折継ぎ手です。例えばこういったタイプのスイベルジョイントだと、給食センターなどの反転釜でご使用いただいていることがあります。はい、出来上がった製品を取り出したいとき、釜を反転させるとき、そういったときに使っていただいております。製品の強みってどんなところなんでしょうか？はい、全体の6割から7割が受注生産となっております。はい、小ノット生産に適した機械を弊社では揃えておりますので、そういったところがまず一つ強み で、機械加工と溶接の組み合わせで、さまざまな形状をした製品を厳しい精度で製作することもできる、それが強みであります。はい、どのように製造されているのか、実際に工場を案内してもらいました。こちらが旋盤と、いわゆる旋盤という機械になります。はい、小ロット向けの機械になるんですけれども、一個一個、はい、手締めの作業が必要になる。はい、その代わりにですね、大きなものを把握できるような、四方詰めという、チャックで加えてですね、作業する、はい、機械になっております。旋盤などの加工が施された製品は組み立ての工程。これ今何をされてるんですか？こちらはですね、スイベルジョイントのボールベアリングというものを組んでいる、ところですね。はい、精度はどれくらいなんですか？精度はですね、
100分の1ミリ、100分の1ミリ、はい、ちょうどあの髪の毛1本が、コンマ1ミリ、いかに100分の1ミリが、すごいかというのが分かっていただけるかなと、思います。100分の1ミリ単位の精度での機械加工を誇る昭和技研工業。ここで複合加工機を用いた旋盤加工を体験させてもらいました。加工したい金属をセッティングし、事前にプログラムされた寸法に合わせ削ります。いきます。はい、スタート。これは何分ぐらいかかる加工なんですか？大体8分から9分ぐらいかかると思います。まずは旋盤加工、円筒の加工を始めまして、はい、その後にミーリング加工といって、はい、バフライス板、マシニングの加工を続けて行います。この複合加工機は上下に旋盤の刃がついているモデルのため、刃が一つだけの通常の旋盤加工機よりも素早く加工が行えます。そして加工後の直径が設定した通りの値に削られているか確認するまでが一連の作業になります。どうでしょう、ちゃんとできてますでしょうか？はい、ちゃんとこの寸法内に入ってますので大丈夫です。はい、よかったです。完成しました。はい、無事寸法内に収まった材料を見せてもらうと、綺麗に出来上がりました。はい、加工完了しました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。昭和技研工業では多くの女性社員が活躍しています。ここで3人の方に集まっていただき、仕事のやりがいや目標などを伺いました。こうお仕事されてて、こう楽しいこととか嬉しいこととかあったら教えていただきたいんですけど。自分で書いた図面とか、ここの技術の部署から出したものが製品となって、もう出来上がった姿を見たりとか、お客さんからのところに取り付いているものをどこかで見たりとか、はい、あのするとすごく、ね、あの嬉しく思いますね。前にあの夏休みにダムを見学に行ったんですけど、はいはい、そこでもやっぱりジョイントが使われてるっていうのを、はい、見て、ちょっと見学にちょっと力が入りますっていうか、はい、あのね、あのやっぱりそういうのを見るとちょっと興味もありますし、はい、行ってみたくなりました。新しい建屋の話になるんですけれど、はい、まあ、コンクリートのミキサー車が来てた時に、あのコンクリートを送るポンプ車の方、あのクレーンの長いのあるじゃないですか、はい、あそこに、まあ、ジョイントがついていたりとか、そういう身近なところであると、あ、身近にあるんだ気づくと嬉しくなります。あ、はい、そうですね、うん、将来の目標とか、なんか夢とかありましたらお願いします。加工のことももっと勉強しなきゃいけないですし、はい、あの製造のことをあの間近で見て来ていなかったので、うん、そういったところをあのよく勉強して、あの橋となるように、架け橋みたいになるようにしていければなと思います。やはり日々あの自分をあのちょっといろんな自分にある程度厳しく、あの甘えないように仕事をしていけたらなと思ってますまあ、ジョイントはいろいろなところで使われてますので、はい、いろんな外に目を向けて何か役に立つところを見つけていきたいなと思います。ありがとうございます。機械やプラント、金属、ゴム、化学、繊維、食品など幅広い分野で活躍している昭和技研工業のジョイント製品、現在取引先企業は1000社を超えます。日本のものづくりを支えるこの技術、今後ますます注目です。将来に向けてのビジョンなどを教えていただけますか？まず第一に、サプライチェーンの一角として、安定供給、これが第一だと思うんですけども、その上でですね、製造業も変わらなきゃいけない時代になってますので、はい、新しい感性を取り入れてこれから、はい、頑張っていきたいと思います。それから中小企業にとっては従業員が第一ですので、はい、従業員の
モチベーションを高められるようなそんな会社にしていきたいと思ってますので、はい、具体的にこうどんな感じで高めていこうとされてるんでしょうか。まずですね、今の従業員の方一番大切にしているのがやっぱりワークライフバランスなんですよね、はい、そこをしっかりと確保してあげる、はい、それからですね従業員の方のその提案、はい、そういったものをどんどんこう上に上げられるような、はい、そんな体制、それからですね会社に利益が出た場合はそれを従業員の皆さんに還元する、はい、こういったことは進めていきたいなと思ってます。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。ただいま戻りました。早速報告します。昭和技研工業さんはロータリージョイント、スイベルジョイントという部品を作っている会社さんでした。6割から7割がお客様からのご要望に合わせて設計から製造までする会社さんになってます。機械と機械をつなぎ合わせるジョイント部分作っている会社さんなので100分の1ミリの誤差の中で製造されている大変技術力のある会社さんでした。しっかり調査してくれましたね。ググッドレッド、本日の任務お疲れ様でした。本日ご紹介した株式会社昭和技研工業について詳しくはホームページをご確認ください。製品情報をはじめ企業の歴史や設備、最先端技術なども掲載されているのでチェックしてくださいね。今回も無事コンプリートしましたね。次回も皆さんお願いしますよ。はい、わかりました。ググッと製造業